さあ、ここが難しいところです。おいい勝負してますね。でも、うん、ジャニーズに入って驚いたこと。うわ、むず。驚いたこと、これ難しいよね。え、あ、でもまあ純粋に、はい、せーの、こちら。マックの多さっていうのは、なんかレッスンとかしてるときに、ジュニアス、なんか本当150人とか200人とかでダンスレッスンしてて、飯だよって言われて、ドンってつく、本当、こんぐらいのマックが、ね、52どうぞってやつ、ね、そうすが置かれてたときに、マジで驚きました、確かに。数がね、何これ、今、それやってんのかな、今やってないのかな、ジャニーさんいないから、ジャニーさんだからね。うん、我々の常識とはちょっと違うのかもしれない。違うかもしれない。思い出すわ、あの廊下をさ、こうジャニーさんが両手いっぱいにマック持ってフラフラしながら、そうそうそう、一生懸命運んでたのとか、そうそうそう、小銭の横にバーン、そうそうそう、タワー作ってた時代ないですか、ジャニーさん。タワー、なんか小銭でこう積み上げてって、こう NHK のつけてタワー作るんですよ。へー。で、あのもう本当に集中してて倒してほしくないから、リハ中そこで揺れないでよ。いや、おかしい、おかしい。レッスン見ろよ。おかしいから。なんでレッスン見てないんだよ。もう空気変わっちゃってるから。で、クーマはそれ何？レッスンがない。ダンスレッスンない。歌レッスンない。あるでしょ。お芝居レッスンない。ダンスレッスンある？ダンスレッスンある？俺なかったです、俺。え？一切。ダンスレッスンなかったです。ダンスレッスン。ダンスレッスンないって。あ、ないんだ。レッスン、めちゃくちゃあったけど、毎日やってたやつ。だから俺下手なんですよ。いや、もっとちょうだい、なんか反応一回もやってないもん、それはないか。なんか本当に気まぐれでダンスレッスンこれみたいなのがありましたけど、え、サムさんとか来なかった？あ、そうなんです。サムさんは俺らの時代なんです。俺も来てたよ。マジっすか。うん、ちょっとじゃあ見てみる。お金がかからない、これ多分入ってると思うんですよね。確かにかからないですね。一番最初にびっくりしたの、お月謝いらないってことでしょ。そう、お月謝、ジャイさん言ってたもんね、お月謝取らないけど。いや、芸能事務所で普通は取るじゃないですか。まあそうですね、だって練習生だからね。練習生だから、我々はお金がかからない、お月謝いただかない、これない。うわ、マジで、ゼロなんだ。え、そのありがたみは分かった方がいいと思う。そうなんですよ。マジでマジでマジで、出た出た、それはどうぞ、そう、お願いします。当たり前とは思っちゃいけないと思う、これは。俺は今でもありがたいと思ってる、うん、これね、これは確かにそうですね。これ我々言われたことだからね。だからそれを言ってくれる人もいないってことなんですよ。そういうことか。じゃあテレビに出られた、ない。ほら、もう1票、1票、20位、当たり前だって思ってる可能性はあるってことですよ、これ。じゃあ行きます。そんな、それより驚いたことがあるのかもしれないですよ。ああ、なるほどね。もっと狙う、もっと、うん、マックの多さ、これない。ゼロか。まあだから、ま、なくのあれがないのかもしれない、ね、ないね、多分今。そうっすね、かわいそう。マッキー弁当派だからな。マジかよ。あ、そうですね。弁当いまだにだって、あのレッスンバイクと出てきますよ。マジで言ってんの？お弁当くれるんだ。ジュニアの弁当食って食費浮かしてるの。最悪だな。最悪ですよ。最悪でしょ。こんなにジュニアに言っといて、ジュニアの弁当食って。俺それだけで1日の食費浮く時ありますよ。信じられる。嫌われてほしい。じゃあ、風磨のレッスンがない、これ何位？これは入ってくるでしょ。おっ、え、何が入ってくるの？ゼロです。レッスンはあんのよ、多分。まあ、そうか、今あるタームなのかな。うん、1位何なんですか？テレビに出ている人が普通にいたこと、発表です。確かに、でも入った直後はその驚きありましたね。確かに確かに、確かに、あった。2位がお弁当やケータリングが美味しい、食堂のご飯が豪華。ああ、食堂がもうあんのか。食堂って発想はなかったですね。確かに。こっち11位、京セラドーム大きすぎた。かわいい、かわいいですね。大きいよな、大きいよな、京セラの。関西の方ですね。関西の方です。西の川下君、京セラドームが大きかった。岩井君、かわいい、かわいい。あ、この子いいですね。20位の1票ですけど、
西の山口くん。西やっぱ強いな。ジャニーズ入って驚いたことは、横山くんのお財布にいっぱい万札が入ってる。めっちゃいい。関西っぽい。いやー強いな西。西強いな。さすがだな。さあ続いてまいりましょう。続いてはジャニーズで一番面白いと思う先輩。これはジュニアの見る面白いって、いわゆる MC やってる先輩とかももちろんそうですけど、なんかこうギャガー的な人とかも食い込んでくると思うんですよ。もし自分だと思って自分って書いて当たった場合もらえますよ。ちなみにこれ普通ちょっと追加ルールですけど、とりあえず1回出しましょう、はい、こちらドン。村上、村上、平野、村上、平野くんか。平野くんはベースやっぱちょっと人気票集めてるじゃないですか。なるほど、確かに。すごいかも。そうだから賢い。でもね、結局ね、村上強いんですね。西軍の票総取りする可能性ありますよ。そうだね。さあ、本人チャンス使えますか。使わないです。え、なんで固く。でもドッキリが面白いとかっていうのは、そう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 、10票あったら20だよ。自信あるんだったら行っちゃった方がいいと思う。ないです、ないです。わかりました、じゃあ行きますよ、うん、菊池チャンスね。そう、本人チャンス。それがだって村上発表で菊池5票だとしても結果取れるんだから。そうそうね。そう、どうも菊池全部だそう。マジでめんどくさいな、ね、菊池いけるでしょ。さあ、5票入ってても10票になるってことですよね。そうだよ、本人チャンスだから。いける。さあ、まずは平野くん。いそう。7票。おー、3。でかい。3は強いな。でかいわ。7票です。だよね。でもこれすらも俺が4票取ってれば超えられるってことですよね。そうだね。だから本人チャンスはめちゃくちゃでかいんだよ。じゃあ村上。いや、これは多い。1位でしょ、だって絶対。これは1位かな。1位だと思うな。村上は何位でしょう。ええ俺6位だから。そうなんです、どっちかっていうとギャガーみたいな一言でパッて笑わせてくれる方がジュニアは結構面白いって言うのかもしれないですね。ちょっと読み外れましたね。さあ、ここで最後本人チャンスあるぞ。ここで。いや、これワンチャン風磨1位のか。いやいやいや、5票6票欲しいっすね。抜きん出るか。5票6票欲しい。風磨菊池が、おぉ。あ、3票入ってるよ。だから6。村上くんのありよりはだから結果的には6票になったってことですか。うん、さあ複雑。いや、これはすごいことよ。いや、すごいよ。1位どれですか。1位は9票藤原丈一郎くんです。ほら、そういうことなんですよ。なるほど。だからあれですよ、西の。なるほどね。よく接してるメンバーが身近な人か。そう。2位発表河合くんと。あー、そこがいた。そっちか。モノマネです。それはあれが東京の票を取ってるってこと感じなんですかね、もしかして。そう、西が1人しかいないです。1票出しても3票か。辛くないですか。頑張ってるよ。あ、俺入ってる。東の飯島くんだ。センス感じる。確かに、でもそれはセンス感じますね。確かに。嬉しい。あとすごいです。グループでランクインしてるところです。え、エイトじゃないですか。単純にですか。ウエスト。あ、ウエスト。当たったらじゃあ五票ぐらい出ましょうか。面白いグループって、まあ、何をぐらいでしょう。何がとかは面白いの。いや、キラキラ系じゃないですか。キラキラ系の。本当やめてほしいですよね、キラキラ系に来るの。あ、かぶってる。かぶってます。やっぱさっき亀井君にキラキラって言われてる。はい、答えてください。ウエスト、ウエストです。ウエスト。あ、僕もウエストだと思います。いや、患者兄さんでお願いします。正解は、こういうです。うん。まあ、おもろいけど。辰巳に行かれたけど。何票ですか。1票です。松浦君。東の松浦君。いいセンス。いいセンス。センス。次は、好きなジャニーズソングは。いや、これはもうなんか最近この感じでいくならばって感じがします。僕は、俺もそう思うよ。自分たちの曲で勝負するってどうすか。そうしましょうよ。え、いいよ。はい、出します。せーの、ドン。はい。
おい、てめえ、でそりゃみんな書いたんじゃん。一回挑戦しないと。ん、俺ラブソラブリーに見えたし本当のラブリーっすよ。 それで言ったらもうミンデレラガールそれえ、ミンデレラガールとラブリー違う違う、ラブソーでどう、シンデレラガール、ね、リーっすよ、リーと。いやリーじゃないじゃん、これそうだよ、完全そうだよ、これシンデレラガールでしょ、これはそれミンデレラガールでカンニングしたんで、これ0点です。いや、なんですか。これも番宣入ってるんですよね、宣伝入ってる。これあの新曲です。いやいや、そう、かっこいいんだけど、ヒップホップ好きな子は票入れる可能性はゼロじゃないですか。これあげたら俺結構そいつ好きかもしれないです。ね、AK さんファンがあるね、うん、はい、いる可能性あるから。じゃあまずは、まあ本人じゃないシンデレラガール、これ何票でしょう。1位発表。まあ、そうなりますよね。あ、硬い。じゃあ仲間の新曲、仲間の新曲じゃないね、カッツンの新曲、カッツンの新曲、これ何位。入れ、早かった、まだ知らなかったか、そう、まだ売ってないですよ、まだ売ってないのこの撮影してる今、多分聞いてないかもしれない、これから、すみません、ぜひ買ってください。マイナス、60、マイナス69です。いや、めちゃくちゃの数字やん。AK です、AK です。じゃあ、やめたろ、ミステリーバージョン、これ何位でしょう。1票でもいいよ。逆になんかすごい安心した、センスがね、みんな。まあ確かに、ラフもな、はい、ちょっと俺のラブソーいいですか。まだ言ってないんで。まあまあまあいいでしょう。ラブソー何位でしょうか。俺入ってくるでしょ。おー、さすが。いや、さすがっすよ。日ハッピーネス、そっちだったか。センスあるわみんな。まあでもハピネスいい曲ですから、ね、いいですよ。3位ファンファーレ、そっちか、センスあるわ。コングラチュレーション、じゃあジゾーン、おお、に1票。亀井くん好きなの。あ、筋金入りだ、ファンなんだ、ファンなんだ、かわいいじゃん、かわいがっただけだよ、本当のやつだ。ごめんごめん、デニスでいいから。嬉しいでしょうね。ジャニーズで憧れの先輩。でも2位3位じゃん、絶対。あ、さっき1位誰でしたっけ。平野です。平野くんだと思うんだよね。1位ドボンにする、逆にマイナス。え、1位ドボン面白くないですか。あ、1位ドボンにしましょうか。4位が2倍で、自分が3倍。4位 ?1 位がマイナス。票数分の。誰にしたんですか。山田でした。山田だったら自分の倍も入るし。ああ、そうか。3。いや、あれ3位狙いだったんですよ。え、じゃあそれも山田くんでいきましょうよ。え、行こうよ。面白いです、絶対。うん、じゃあ出していきましょう。はい、せーの。ケンティ、山田、中島、山田くん、俺と中丸がケンティですね。うん、何位狙いで中島ですか。4。まあ、4、濃いな、それ濃いな。4の2倍でいってます俺は。なぜならやっぱりバラエティとかも出てる、うん、まあ、ドラマも映画も出てる、濃いな、キャラクターがしっかりしてる、うん、信者は多いと思うんですよね。そしてなんと山田が山田を指名しています。ってことは3倍の2倍で6倍、4位だった場合は4位だった場合はもう6倍、めちゃくちゃ強い。6倍です。山田のいいところは何ですか。え、山田君がもう自分の一番いいところってどこ、憧れてるポイントどこが評価されてるわ。え、僕っすか。いや、そうです、だって山田って上げてるんですから。お願いします。ダンスには自信があるんで。ダンス言葉がダンスしたの。ダンスには自信があるんで、やっぱそういうとこ、なんかライブで見せる顔みたいなのあるんじゃないですか。そっちがあったら嬉しいな。嬉しいですね、ダンスを。あと、まあ芝居の顔があったらより嬉しいです。なるほど、はい、さあ、じゃあまずはケンティか。そうですね、ケンティを開けるというか、ケンティは何位でしょう。こちら、おら、やった、マジかよ。10票になるのか。倍で10。
俺となっか。これ勝ちましたね。勝ったね。いやでも俺が2位だった場合、そうそうそう。あ、まだ分からん。これどっち見ます？平野見ます？もう行きます？行きましょう。行きましょうよ。一思いに。じゃあ2位で10以上あれば嬉しい、うん、憧れの先輩山田何位でしょう？2位ってことは6票負けは菊池風磨さんです。よっしゃ、よっしゃ。まあ今のジュニアにまあもなんかこう物申したいところもあったんでまあいいでしょう。はい、いいですか？いやいや、まずいぞ。僕は全然ジュニアさんたちのことを知りませんでした。いや、これから勉強しますっていうのをください。いや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 めちゃめちゃ嫌っていう。いやいやいや、じゃあ弁当でいいですか？差し入れ。それ無理っす、すいませんでした。いやいやいや、どんだけ嫌なんだよ。1位平野くんです。やっぱそうなんだ。14票。そう、ここで急に出てくるのが2位西畑くん。西畑大吾で、ちょっとこれは間違ってるのかもしれないですけど13位に2票入ってます、風間俊介。間違いじゃないです。それ間違いじゃないですよ。